ャラがねしっかりできてきてるのは沢村さんですよね、うんうん、なんかワクワクするっすよね、そういう選手がブルペンで投げたり試合で投げると、どうも、笠崎です。今日はですね、巨人時代よりかっこいい常識を壊す竹内まりやで筋トレ、ロッテ沢村兄貴が革新のドヤ顔&腕組みポーズをした理由が熱すぎるということで話していきたいと思います。兄貴、まあ兄貴とは言ってなかったんですけど沢村さん、たまに広川さんと呼んでました。はい、メジャー2シーズンでプレーし、今季3年ぶりのフルス復帰となった千葉ロッテマリーンズ沢村広川。沢村は今季初登板となった4月4日の北海道日本ハムファイターズ戦でイニング最後の打者を打つ際に WBC メキシコ代表アロザレーナを彷彿とさせるドヤ顔&腕組みポーズを初披露。その後4月14日に行われたオリックスバッファローズ戦でも最後のバッターをセンターで打ち取った際に貫禄たっぷりでこのポーズを披露し、野球ファンの間で話題となるなど、今季は成績以外の部分で多くの注目を集めているということで、うわいいっすね、沢村さん大好きこういうの。この腕組みポーズをしたのがやっぱ先入観だったりそういうのにね縛られず、自分自身をもっと前面に出していいんだよと、自分のやれること全てね、やっぱアメリカ仕込みですね。うん、巨人ではこんなことは考えられなかった。あの YouTube チャンネルこうやって言ってますけれども、ファンの間ではアロザレーナの、真似をしてるだけ、沢村さんもねあのそうやって言ってたんですけれども、うん、まあ理由としてさっき言ったように自分というものをもっと出せるようにできたらなという思いがあることを明かした上で、一試合にかける気持ちというものをどん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 チームのみんなが出てほしいと語っていた。初披露した時だったりね、腕組みポーズを披露した時は沢村さんという自分をね全面的に出したっていうことでもあったということなんですけど、まあその前ファンはねこういう沢村さんに対してロッテにはこういう熱い男が必要だとか、うん、アロザレーナポーズにはそういう意図があったのか、いい流れや空気を作るために考えて動いてくれるのはマジ兄貴、沢村の言葉が心に染みると、やっぱファンの心をね今掴んでますよね沢村さんは。まあ、やっぱ日本人って変わるっすよ、アメリカ行った選手特に考え方とか、川崎宗則選手とかね、イチローさんとか沢村さんとかメジャー経験した選手が変わった人結構多い人多くて、やっぱ固定概念っていうのが日本には多いっすよ、多い、本当にこうしたらこう見られるだろうとか、でやっぱアメリカを経験することによってそういうのには気にせず自分をどん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 出せる、うん、まあ自分も海外プエルトリコとかね4ヶ月ほど野球留学行かせていただいた経験があるんですけれども、やっぱみんな自分を出してますね、こうしたら滑るとかこうしたら変な目で見られるとかっていう概念がないです。うん、だからこそやっぱパフォーマンスもあったりとか自分を思いっきり出せる舞台でもあるのかなっていう印象は受けました。まあそんな中で沢村さん2年メジャーでね結果も出して日本に帰ってきてね、アメリカの環境だったりそういったところを見てロッテの選手にね教えたり伝えたり表現したりっていうマジでいい効果だと思います、うん、巨人でもやってほしかったな今ね。巨人は沢村さん喉から手が出るほど欲しいんじゃないですか、中継ぎが田口にしかり利根にしかり、やっぱね中継ぎは悪いんで、でもいい効果っすよね本当に。巨人も真似するまではいかなくていいと思うんですけど、まあ巨人は巨人でね、巨人のいい色があるんで真摯たれと、まあ、自分が言える言葉ではありませんけれども出過ぎた行動だったり、目立つような行動っていうのはやっぱ巨人ではしにくかったですね正直、これから野球界をもっともっと盛り上げるんだったらこういう沢村さんみたいな人がどん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 出てこないと、もう今でもねサッカーに負けちゃってるんで、人口とか人気だったりとかね、ちょっとそういう人たちが日本人でねバカできる人だったりとか、パフォーマンスでね自分しか持ってないネタをやったりとか、そういうできる人たちが増えてきてほしいなって思うですね。まあ良くも悪くもね、これでバズって、まあ、野球を見てなかった人もちょっと知ったりとか、うん、WBC しか見てなかったみたいな人とかも全然いると思うんですけど、そういう人たちもこう引き込めたりとかしたでしょうね。そうですね、その腕組みポーズのグッズが販売されたということで、まあ宣伝します。千葉ロッテマリーンズファン待望沢村広川選手の腕組みポーズグッズがオンラインストアで受注販売開始ということで、沢村さんのねまあちょっと画像出してください、ここにこういう T シャツが販売される、この T シャツが販売されるんですけど、めちゃめちゃこれ私服では着たくないですよね
街歩きたくないですね。あ、そうですね。まあ、これはやっぱ球場に行く時だったりとか、うん、寝巻きでいいんじゃないですか、うん、ちょっと俺もあのロッテのこれファン会員じゃ買えないですよね多分。なんですかね、うん、あ、そうですね。マリーンズオンラインストア、マリーンズオンラインストアでちょっとね、あの千葉ロッテマリーンズの仲のいいファンの子に頼んで僕も買いたいと思います。沢村さん、はい、ぜひ買わせてください。これ着て街なんか歩かないです。はい、部屋の中で着させていただきます。こういうグッズが出るってすごいよね。うん、すごいっすよね。うん、本当に俺もなんか出したいな。出しましょうよ。ないもん俺何にも。あ、でも LINE スタンプ作りたいですねって話してましたもんね。あー、 LINE スタンプね。うん、 LINE スタンプね。 LINE スタンプじゃあ買ってくださいね。まだ作ってないけど。まだ作ってないけど。いやー、でもいいな、沢村さんこういう人なんですよ本当に。うん、うん、いやー、いいね。マジグッズ欲しいわこの T シャツ。沢村さん昔からそういうタイプなんですか。サブタイプっていうか盛り上げっていうんですかね。うん、もうフレンドリーですよ。だから、うん、やっぱ中央大の先輩阿部さんとかもいて、うん、ロッカーとかではそのはしゃいだりとかしなかったんですけど、うん、まあ、飲み会ではすごい豪快ですよ。はい、それこそ夜は自分自身を表現できたと思います。いやー、でも嬉しいな。沢村さんもめちゃめちゃいい人なんですよね。沢村さんもねこの YouTube 見てくれてるんですよ。あ、そうなんですね。はい、まあ、たまたま六本木のフグ屋さんでお会いして、はいはいはい、まあちょっと前にも話したんですけど、うん、たまたま沢村さんと巨人の言っていいね、沢村さんと小林誠司さんが飯食ってて、うん、で自分は違う人と予約してて、自分はちょっと30分ぐらい早く着いちゃったんですよ。はいはい、そのお店に。で、じゃあ店で待っとこうみたいな、ガラーって開けたら沢村さんと誠司さんいて、でパッて言われて、うお、正気って言われて、しかも案内されたのが横の席っていう。で、結局、まあ、他のお客さんもいるから、うん、まあ、30分ぐらい話したんですよ、うん、30分ぐらい話して、今の時代携帯とか SNS バーって拡散されるんで、うん、じゃあ俺買えますわっつって、うん、で、それでも、いいよいいよそんな気にしねえからみたいな人なんですよ。めちゃめちゃいい人で、まあ、それでもやっぱり迷惑かけれないです、うんうんうん、一緒にいるところ写真撮られて一緒に飯かとか変な風に書かれても俺が嫌だし、沢村さんも小林さんも絶対嫌やろうから、それだけは避けて、まあ、でも30分ぐらい話したんですけどね、うん、そのお店は結構まあいいお店で、うんうん、お客も他に4人ぐらいしかいなかったんで、うんうん、まあ、その4人をずっと注意しながら見ながら会話してたんですけど、うん、まあ、その時に沢村さんのことを何の動画だっていうのを忘れたんですけど、はい、てか正気めっちゃ俺のこといいように言ってくれてんじゃんみたいな、その YouTube の話もしたんですよね、はい、なので沢村さんはこの YouTube 見てくれてます。グッズ買うんで寝巻きで使われます。寝巻きで使いますって失礼か。だって外歩けないのそれで。動画撮りましょうそれで。あ、動画ね。いや、でも沢村さん本当にいいな。ロッテでね覚醒してますよね。うん、いいキャラ作ってもう8回9回7回8回のとこになってますよね今。うん、なんか最近ロッテの顔のイメージあります。なんか確かにロッテって言われたら誰浮かぶかって言ったら沢村さん浮かぶかもしれないです。一佐々木朗希でしょ。あー、まあ確かに佐々木朗希もいますよね。そうですね、佐々木朗希でしょ。確かに。え、沢村さんにも申し訳ないこれは。まあ俺も一緒にプレーしてて直々の先輩じゃないですか、はい、2つ上のジャイアンツ。でもまあロッテって言ったら本当に佐々木朗希と沢村さん出てきますね、うん、普通にロッテね。ロッテいいっすよ、うん、キャラっていうのがやっぱ薄いじゃないですか、うん、日本ハムだったら今まで杉谷健士とかいたじゃないですか、はいはい、野球関係なしのキャラで言うと、はいはいはい、まあ、ロッテの今そういう、まあ、杉谷健士みたいにそのお笑い系とか、うん、バラエティ系ではないですけど、うん、キャラがねしっかりできてきてるのは沢村さんですよね、うんうん、なんかワクワクするっすよね。そういう選手がブルペンで投げてたり試合で投げると、うん、だからそういうのでファンも絶対増えると思うんですよ。そうですね、うん、なので今後もロッテにいい影響を与え続ける沢村さん、うん、ぜひ頑張ってください。あのオンラインストアで T シャツ買ってくるんで、次お会いした時はぜひ、いらないと思いますが東京ギャンブラーズのユニフォームもプレゼントさせていただきたいと思います。では皆さん、沢村さんの T シャツを着てロッテファンになり、沢村さんファンになり、その T シャツで渋谷のスクランブル交差点がいっぱいになることを僕は夢見ています。それでは次の動画でお会いしましょう。野球しようよ。バイバイ。本日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。この動画が良かったな、見たら楽しいな、面白いなって思う人がいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆さんまたぜひ動画を見てください。よろしくお願いいたします。野球しようよ。